回のコンテストで最優秀賞を受賞した方にこちらを差し上げます。皆さんこんにちは、重賞エゴブルダーひらげな。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。第1回ひろげ主催変形合体レゴロボコンテストを開催します。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。本日の動画は来月開催される僕主催のコンテストの詳細動画について発表したいと思います。ちなみになんで僕は主催コンテストをやりたかったのかというと、実は本当はこの企画レゴの会、通称 L 会でやる予定だったんですけど、解散しちゃってできなくなってしまったので、 L 会の代表のブルーさんにお話をしたらやりましょうという声があったので、今回このような形で開催することになりました。でさらに言うと、今回の主催コンテストなんですけど、ありがたいことに3名の方が協力してくれますので、めちゃくちゃありがたいです。協力してくださる方は L 会元メンバーのブルーさんとカンキチンさんとシュテファンさんです。本当にありがとうございます。第1回のコンテストのお題を発表したいと思います。今回の変形合体レゴロボコンのお題はコアロボです。ちなみにこれコアロボについて知らない方いると思うので、ざくっと説明したいと思います。コアロボというのはコアロボットの略で、変形合体するときにそのロボが中心となって合体する方式をコアロボ方式と言います。ちなみにスーパー戦隊でコアロボを例えるのであれば、この2体です。ゴーバスターズのゴーバスター王とニンニンジャーの手裏剣人です。実を言うと本当はここにマジキングを並べたかったんですけど、マジキング持ってないので今回はこの2体です。ちなみに審査員なんですけど、僕と先ほどの3名で審査をします。ちなみに僕が審査委員長です。で今回のコンテストは景品が出ます。今回の景品はこちら。はい、こちらレゴクリエイタースーパーロボットです。はい、これはレゴロボ好きは買って損はない傑作品なので、今回のコンテストで最優秀賞を受賞した方にこちらを差し上げます。はい、それではここからコンテストのルールについて話していきたいと思います。まず今回のコンテストのお題はコアロボです。今回のコンテストのルールなんですけど、可能であればオリジナルの変形合体レゴロボを作ってください。変形合体工程はパクってもいいんですけど、見た目もパクるのはダメです。で今回変形合体なので、変形のみのレゴロボはダメです。必ず変形合体するようにしてください。で今回のコンテストのルールなんですけど、必ずコアロボを作ってください。ちなみにコアロボはミニフィグでも構いません。で細かいんですけど、コアロボは人型でお願いします。ちなみに変形して人型は OK とします。で他のマシンとメカの制限はありません。ただ必ず一つ以上は作ってください。続いては賞一覧を発表します。上から順で最優秀賞、優秀賞、アイデア賞、いいねたくさん取ったでしょう、特別賞、佳作です。はい、それでは最後に応募方法と結果発表について話します。応募方法は Twitter でハッシュタグ変形合体レゴロボコンと書いて応募してください。今回一人何作品でも OK です。で画像なんですけど、結果発表で使うかもしれないので、そこはあらかじめご了承ください。ちなみに今回は過去作品の使用は OK です。そして結果発表ですが、ブルーさんのレゴ好き集合で佳作、アイデア賞、いいねたくさん取ったで賞を発表して、僕の YouTube チャンネルで最優秀賞、優秀賞、特別賞を発表します。話それちゃうんですけど、今回のコンテストは初めてということもあるので、1回目は自由にしようかなって思ってたんですけど、あえて難しくしようかなということで、今回はコアロボにしました。ちなみにコンテストの応募期間なんですけど、4月の5日から4月の30日までとなってます。ちなみに僕も作品を作りますので、皆さんの変形合体レゴロボを楽しみにしております。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。